速ばかり。何食べてるんですか？ね、トマトスープです。昨日作ったやつの残りです。おお、ちょっと待って、向こう側見てくるわ。一本あったよね、道が。俺が行き止まりだったらもうそこまで確定できるんだけど。行き止まりだ。よっしゃ。ってことは、ということは、そこら辺まで確定だな。パイナップルみたいなやつ、左に抜ければ。嘘だろ、お前。嘘だろ、お前。え、何、死んだ？唐突な巨人の蹴りで死にました。マジで。ワンパンか。どっち側いた？右？左か。リアルで虫が飛んでてそっちの方に気が入った瞬間に横からゲシって蹴られて、えっつってトマトスープめっちゃ美味しいよね、うん、めっちゃ好き。トマト結構嫌いな人多いじゃない。あー、結構トマト苦手な人が多いっすね。トマト生はそんな別に好きじゃないけど、まあ、全然食べるよね。トマトスープにするとめっちゃうまいよね、トマトって。はい、そっち行き止まり？いや、まだ行ってないっす、前は。とりあえず、マーキングしとこう。いや、そっち行っといて。俺、女の方行ってみるわ。あ、気づかれた。うわ、これ、行き止まりじゃない。こっち全部行き止まりっすわ。マジで。じゃあ、いや、もう唐突な巨人の蹴りがほんと草入るからやめてほしいわ。一回そっち戻ってるかな。あ、そのままでいいですよ、動かなくて。こっから先は行き止まりと。これもう二重で止めといたから。いるわ、女が。分岐点だ。上がれる、上がろう。やっぱり。やっぱ前半はやっぱ効率的に行くのがなんやかんや一番いいのかな。あそこは行き止まりだったね。女が曲がったことそっち先ありそうだな。大体これ NPC を追いかけるゲームだから。とりあえずこっち見とこう。見せたり。おいや、ウィッチいる。え？どこ？これ曲がったとこか。声した今。違うな、これ裏側だ。あ、違うわ、ここまだ曲がれるんだ。あ、これまだいけるわ、先。あら、あら、あら、蹴られる蹴られる。あ、違うわ、これ、行き止まりだった。追います。おさんが消えた。さっきのとこまで持ってくれれば。いたいたいた、はい、ここ行き止まり。いや、左っすよ。うお、びっくりした。なんか聞こえたんだよ。チャージャーがいる。うん、いるよ、いるんだけど、こっちのルートから行けないんじゃない。チャージャー近くにいるわ。あ、いた、チャージャー。マジか、マジかよ。洞窟どこだ。こっち行き止まりだから、これまこないでしょ。戻ったかな。戻ってますね。向いて。あ、こっちはまだ行ってないよね。ないっすよ。そっち側探索しようとして巨人に囲まれて、あれっつ、あっつり帰んな、あいつ一直線か。多分これ左に見えば多分行き止まりだ。これ行き止まり、そっち曲がったな。いや、そのまますぐ行っちゃおう。
っちゃ行き止まりっぽいんだってことは、これが正解だ。私は信じる。お前動くか。あれ、こっち結構続いてる。多分ここさらに左に曲がったところ付近が怪しい。うわ、これめっちゃ続いてるわ。これ慎重に行かないとこれ迷う。うわぐっちゃぐちゃだこれ。まずこの線を潰しておきたい。これ曲がれるんじゃね。あ、曲がれなかった。ということはここは、ここはなしと。あれ、どっち行った？アーチの方。ほうほうほう、多分この付近だろ。これ今回今までで一番入り組んでない。えげつないっすね。何これ、やば、全部交差点だ。いや、ウィッチの声聞いたからこの辺なのは確定なんだけどな。奥だよ、もっとこれの正面だよ。この壁の裏にいるけど、こっち、こっちだね。じゃあここだな、これだな。多分そのアーチの先。あ、いるいるいる。いるっていうか、ん？あの光はあれ、そうだよね。ランタンみたいな。ここだと思う。あれ？曲がれない？どうなってんだ。ここにいるんだよ。この壁の裏にいるんだよ。音が聞こえてるから。よね。ん？もういいよ。どうなってんのこれ。壁沿って移動しよう。僕壁に沿って来た道戻ってますよ。うん。多分。これはもう一個。気止まりか。これも行き止まり？ああ。どうなってんだろうこれ。別ルートから奥に行けってことか。出たー。RPG 特有の。楽して行こうとするとダメなやつね。すぐ落とし穴とか落ちるやつね。まあ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 、この辺から。装置はいくらでもできるから。体力に入れた。怖いのがチャージャーにここでバッタリ出てくる。上がれるよな。この付近ではあるね、間違いなくね。その辺怪しいね、そっち側。で左回れ。音的にはあった。うん、そっち向いてるのね。あ、こっち来た、こっち来た、こっち来た。いや、あの音が出ないと大丈夫だよ。あの、追いかけてくる時の音、まだ気づいてないってこと。あー、あそこにいるんか。悪いな、それは。これ行き止まりか。んで、ここがウィッチとレバー狙いまー。来てるよ。下げた下げた下げた。こう引こう引こう。それ奥行けた。奥はいない、奥はない。あー、死んだー。ひえー、マジで。すげえとこで死んだ。すごいとこで死にますね、あなた。ちょっと待って、復活できない。やべえ、これいけるか俺。あ、まあまあまあ最悪。よし、ただそれ復活した瞬間いるわ。おはー、ごめん、俺もう保険で逃げとくよ。逃げた方がいい。逃げた方がいい。
あ、ダメだ、すげえ追かけてきてる。巻いた。合流しない。これでもう3の方角があれね、ビッチの方角。これ奥まで来ちゃうと、あっちは行き止まりだな。行き止まりって書いてあるね。そっち、そっち行き止まりですわ。これだいぶ戻ってるけどな。まあだいぶ戻ってもいいとは思いますよ。この付近には絶対ないから、もう遠くていいか、要素化するかなんだけど、一層化してさっきタイム見たからな。この辺は別ルートでお互い行っても大丈夫そうだね。こなし、こっちは行き止まりルートか。ちょっと合流したいな、これ。迷うわ、絶対これ。戻るよ、俺。はいはい。あれ？どこだっけ？こっちかな？いた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 。こっちこっち。いますかねー。どっち行くかだね。ウィッチは来てないっすけど。でもあの奥行き止まりだったんでしょ。こっちの奥はまあ行き止まりだったんですけど、あそこら辺結構いろいろ分岐無視してるんで、また進めるんです。もう一回行ってみる。この15分ぐらいからのこのパターンがね、本当にいつもまた同じとこ行ってるんだよな。もう記憶力の問題だよ。のウィッチがいる。背後狙えるのが美味しいんですか。あれ、そこにマークしなかったっけ俺。近くにいる。いた。これか。このルートか。怖いな。可能性あるな。やべ。いた。最悪。マーキングしきれなかった。こっちはなんだ。行き止まりだ。これにあいつ来ない。こっち行き止まりか。ああ、それやばい。行き止まりでも来るよ、見つかったら。あ、いや、見つかってない状態で隠れるのは割り乾杯かなって思います。そうだね。これはやばい。俺挟まれたチャージャーと多分これ音的に。ああ、やれない。やべえ、またこのパターンかも。厳しいんだけど。うわ、マジかよ。最悪。なんで俺はいつも2体になるんだこれ。もうどうしようもねえ、これ狭すぎて。いやー、ここで雑魚的、お、抜けたけど、あ、よしよし、抜けた、抜けたけど、チャージャーが、チャージャーが振り向かないと俺は信じてましたけど、おし、あ、おい、死んだ。最悪、振り向きやがったこいつ。別のチャージャーがいるんだよな、目の前に。きっとあれ、あれ2体いるの、ワンチャン。今目の前でチャージャーがドラム叩いてた。ほんと AI 賢いよね、このゲーム結構。
変なタイミングで振り向いてくるもんね。なるほど、すげえ近場でやったのか。あ、ってことは結構俺下近い。今下いました。ただウィッチが通ったんで帰りましたけど。まあ一旦巻くしかないね。いやー出た。え2体2体目なわけないよね。あっ半球。あーまた前方ウィッチまだいんのかだよ。あん、どっちだ、こっちか。あれアイテムがね、持ってる。そっちアイテム持ってますよ。ウィッチ勝ってる、ウィッチ勝ってる。身の回りに。やべえ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 。やべえ、最悪、見つかった。さよなら。とか言わないです。さよなら。てか俺これ行き止まりだし最悪。最悪。もうやだ。どこ。この最悪の場所で死んだかもしれん。まあでもルートの中じゃないから助けることはできるかな。行き止まりの一番奥で死んだ。まだなんか瓦礫がある、あるとこ。あ、いる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 。どっちか。いやー、こういうなんか無駄な死に方するから余計時間かかるよね、焦って。なんかな、僕言ったな、これ救出できればウィッチ抜けれるぞ。だよ、一生恨むか。振り向きやがった。そう、そこ確かそこ。ここだったら多分大丈夫だね。あ、そこに巡回されるのは本当にクソだるいんだけどな。どうしようこれ。まあウィッチ近いな。近いな。どっちに行きたいの？え、ウィッチの奥です。ウィッチの奥ってここか。こっちを進んでないんで、まだ。なんで、ああ、そうか、俺持ってねえんだ、チョーク。ああ、置きます。あ、目の前。こっちだよね、ウィッチ。あれ、振り向きそうだな。どうする。お前は分岐で、いや、それは近い、それは近い。振り向く。やばいやばいやばい、いるな。やり過ごすか、やり過ごそう。斜めでも 見えちゃうんだよねこれね。もう光で判断するしかない。ちょっとずつ右にずれて。え、入ってきてね。やべやべ、こいつ入る。そっち行った。あー、これ今回俺が保険になった方がいいか。すんげーかけてるけど大丈夫。あ、抜けた。俺のとこ持ってきてるわ。そっちフリーだわ。よっか、どうしようかな。じゃあ俺マークからもう行けるとこまで行っちゃっていいよ。はーい、なんとか一人で、ま、やるわ。多分合流がすごい困難になるけど、託しないと時間が足りねえわ。最悪。よっしゃ、巻いた。巻き切った。よし。そしたらじゃあまだ近場にいるんで。よし、巻いた。どっちが行き止まりだった？あ、もう全部行き止まりです。全員行き止まり。はい、はい、アウト。はい、アウト。入りましょう。マジかよ。あー、待ってんな。まあ何の成果も得られない。マジで進撃の巨人ですか。どうもある。
あそこにいるの？あれ、どうする？行っちゃう？いや、あれとも洞窟でやり過ごす？いやー、奥行ったんでもう仕方ないっす。追うしかない。いや、近い。攻めすぎね。いや、後ろにいるんだよ、だって。てか、俺の、これ、こいつが。多分すぐ角曲がった近くに可能性が高いかな。あ、またいる。ヘルプ。消えたな。あれかな、うちらがあそこにいたせいでウィッチが出られなかったって感じかな。あ、いた。いや、急に敵増えすぎるしょ。慣れてきました。ああ、これ10分過ぎるととかあるのかな、時間で敵が増えてくるとか。あー、おお、やべ。おお、そっち行くのね。前さーといないね、2体目。てか いるんかな、ハードって2体目。いや、います。こんな何回もやっても見つけられないってある？じゃないとゲートが開かないことはないから。それでこれついたらレバー、はい、まあ、できるはずなんだけど。これ行き止まりじゃね？こっちが行けます。あー、多分どっかで。じゃあ、それ行き止まりで、そっち行き止まり。はい、書いてある。帰る道に行きたかった。やべ、なんかいる。目の前にいなかった。ああ、スタミナない、終わった。ああ、でも。来ねえ。来ねえ、まだ。引っかかったけど。びっくりした、目の前にいなかった。あ、やばい、追いかけられてる。俺相当戻ってますね。入ってきた。死んだ。終わった。ダメで。そさこが切るよ。こっちかな。迷子。こっち行き止まりって書いてあるもんな。自分を信じよう。私を。いやー、今のびっくりしましたね。ほんと。近。あ、それでは終わったな。お？よく逃げたね。てか一回追かけられたらもうほぼ確定で死ぬけど、大体全力でまっすぐ走って逃げて一瞬で振り向けば、あ、レバーあった。マジで？うわ、やべ、ちょっと死ぬ。最悪、こんなとこにいやがった雑魚。あーあー、あ、女が走った。な、止めてくれれば。いや、無理だろ。で、そっちですよ、レバー。いやー、無理。だって、雑魚敵は止まんないし。いや、まあ。どうしようもねえ。とりあえず蘇生します。とりあえず蘇生して。あ、来てる、ウィッチ来てる。これ、ワンチャン、復活蘇生早々。ありますね。うわー、もう分かった。もう一回。あ、こっち来た。ルビーでレバー操作していただければ。どうなの？
ただ俺武器持ってないから俺が行くとこれやばいんだよな。いやもう開けただけでも十分。で負ける？俺も出口探してくる。ああやべえ、ダメだ、いっぱいいる。あこっち、うーわー、俺挟まれた、すべてに挟まれた終わった、もうやべえ、ウィッチに追っかけられてる。終わったな。いやーそっち行きたいけど俺 こいつに追っかけられてるからもうどうしようもね助けて。どこ？やっべ、2体1は抜けたけど、ピッチ抜けたけど、2体シャドウに追いかけられてるゲー、ウィッチ来てる。やばすぎ、2体シャドウはやばい。さすがに俺アイテムなしだもんだってうわ入ってくるよねー、うわもう最悪、いろいろと。これ行き止まりじゃね、こっちか。完全にはぐれましたね。うわてかなんで俺生きてんだろうこれ、この状況で。むしろ走ってれば割とダメージを食らわないですよ。いや2体だからねしかもウィッチも俺んとこ来てるし、もうゴール見つければ勝ち系なんだけどな。いやーもう俺見捨てていいよ、もうあのゴールしちゃって、いけるならもう3分しかないから多分俺のこと救助してたら終わる。いやもう探すのは無理っすね。うん、はい、3分だったらまあゴールはあるんじゃない、ワンチャン。いやここで女2体はヤバすぎでしょ。もうでも強行突破しないと3分しかないからね、その付近になかったらもう罪やで。ウィッチがいない時にどこまで攻めれるか。あ、はい、まあでもその付近にウィッチがいなくなっただけでもだいぶ移動しやすくなってるからワンチャンあるよ。ああ未来が明るい、未来が明るいと信じたい。あいつ来てる。あかもし、大丈夫、己の勘を信じて進めばきっとそこにゴールがある。あと2分、今まで何度もゴールを見つけてきたじゃないか。でもルートがあるってことは あるかもな。そこ危ないよ、ワンパンさんみたいな。いや女じゃね、女じゃね。いや大丈夫です、あれ見てないんで。あースタミナがない、レース死んどけあと1分、今までで一番惜しいよこれ。あそこだ、あるあるある、ゴールゴールゴール、マジで来たしました、奇跡のゴール。一人だとどうなんのこれ、クリア俺。よくやった。はあ。てかもう今どっちのため息か分かんなかった、ゲームのため息いやーお疲れ、よくやりました。いやー反対側に死んでよかったね、全然違うとこに行って。いやもうあれ同じルートで死んでたら多分追いかけられて無理やったかな。もうやったわいやいやよかった、てかよく見つけたよねあれ2個目のやつ、ほんと。ああ
個目のやつが出てきてからのあれよよ。いやよかった、ありがとうございます。まあ俺は何もやってないんだけどねまあ最後はまあ金井さんが見つけてくれたんで、まあでもこれもねチームプレーなんで、やはやゲームでした。いやまさかこれはさすが1日でクリアできないかと思ったけど